イノシンを含む揺らぎ塩基体、ウラシルを含む揺らぎ塩基体、揺らぎ塩基体は RNA の二次構造を基礎とする GU, IU, IA, IC の塩基体を指す。その熱力学的安定性はワトソンクリック型塩基体と同程度で遺伝暗号の適切な翻訳に非常に重要な意味を持っている。アミノ酸の数とコドンの数に差異がある遺伝暗号はその差異を アンチコドン第一塩基に起こる塩基体修正によって埋め合わせをしている。重要な修正塩基にヒポキサンチンがある。ヒポキサンチンはウラシル、アデニン、シトシンと塩基体形成が可能である。その他の重要な塩基体としては GU 塩基体がある。これによりウラシルはグアニンとアデニンという2種類の塩基と対合することが可能になる。 アミノ酸を高度するコドンが六十一種類あるのに、対してトレナ分子が約四十五種類しかないという事実は、一つの問題を提起した。九百六十六年、フランシス・クリックはこの問題を説明するために、揺らぎ仮説を提唱した。仮説によれば、メッセンジャー RNA の三塩基と、対合するアンチコドンの五塩基は、他の二つの塩基体ほど、空間的な制限を受けず、 非標準的な塩基体を形成することが可能になる。揺らぎ塩基体の例として、酵母のトレナフィーは、アンチコドンゴオジーママイナス3を持つが、コドンゴユックマイナス3に加えてゴウマイナス3も認識できる。これは、コドンの第3塩基体形成部位に、ヒワトソンクリック型塩基体が形成する可能性を示唆している。クリック F、コドン、アンティカドンペアリング、 ザワブルハイポセシス J モ o t h e s i s j m o r b y l e 1 9 54855プミド5 9 6 9 h t t p コロンスラッシュスラッシュ profiles.nlm.nih.gov スラッシュ sc スラッシュ b スラッシュ c スラッシュ b スラッシュ s スラッシュ scbcbs pdf ありがとうございます。